はいどうもまさきです。はい、九州遠征5日目最終日です。今日はね、由布岳に登りに来ました。はい、このね、由布岳は豊後富士って言って、はい、こう独立峰みたいな感じの山です。はい、なんかね、上は結構眺めがいいらしくて、はい、さっき駐車場のおばちゃんにちょっと教えてもらったんですけど、湯布院の方とか結構見えるみたいですね。はい、登り始めは比較的こんななだらかな道になってます。はい、分岐のとこまで来ました。はい、今回は左のルートを使わせてもらうんで、こっちですね。はい、はい、この分岐のとこにもトイレがあります。駐車場のとこにもトイレがあったんですけど、はい、駐車場からね、由布岳の東峰までのコースタイムは、2時間半となってます。はい、なんかね、上の方行ったら鎖場とかあるみたいなんですけど、ね、まあそれがちょっと楽しそうなんでこの山選んだっていうのもあるんですけど、まあ、頑張って登っていきます。はい、もうちょっとで、ゴーヤ越えっていうところですね。はい、ここまではもう比較的緩やかなハイキングコースって感じでしたね。はい、うん、はい、山頂まであと2600メートルですね。はい、ゴーヤ越え到着しました。はい、はい、よっ。はい、2450メートルですね、あと。わあ、すごい。はい、今はね、こんな感じの道を、つづら折れの道ですね。はい、ずっとジグザグに歩いていってます。比較的緩やかで登りやすいです。うわ、知らんうちにも山頂がこんなに近づいてる。はあ、ガスも抜けていい天気。はあ、最高。
はい、山頂に近づくにつれ、傾斜がきつくなってきましたね。はい、まあ、初めがちょっと緩やかで、最後が急と、そんな感じが僕は結構好きですね。一番あかんのがやっぱあれですね、いきなりの急登ですね。いきなりの急登やったらやっぱりね、もう足がね、準備運動させてってなるんで、はじめ緩やかでギュンが、これが最高ですね。そんなん言ってる間になんか周りが白くなってきましたね。はい、西方と東方の分岐まで来ましたね。はい、よっ、またえっていうんか、はい、こっち行ったら西方で、こっちが東方ですね。はい、東方より西方を先行った方がお鉢巡りがやりやすいらしくて、なので西方から先登りたいと思います。西方まで15分ですね。はい、ちょっとここから鎖場があるみたいなんで、はい、気合い入れて登っていきます。よいしょ。あ、ここか、鎖場。さ、行ってみよっか。よっ、おう、よっくじゃ、うん、うん、よいしょ、うん、ショウ、わあ、真っ白やん。よっ。結構雪あるな。はい、また鎖場です。よいしょ、よっ、さっ、よっ、くらせい、うん、タオル、洗濯物かな。よっくらし、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、お、なるほど、ここか言ってたの、横の、よいしょ、
はい、もうすぐ西峰山頂です。文豪富士、よっしゃ、あっちが東峰、よっ、わあ、無表綺麗な、なんかうわ、景色もええわ。よいしょ、あ、着いた。いや、うわ、いい景色、最高。着いた。由布岳西峰へ 1583m 到着です。はい、じゃあ今からぐるーっとそこのルートを通ってこうですね、で東峰に向かいます。お鉢回りします。はい、結構下っていきますね。チェーンスパつけてよかった、安心や。はい、だいぶ下ってきました。よいしょ。お、東峰への登り返しがなかなか。よし、ルートはね、今雪と岩のミックスですね。よいしょ、よっ、ぐんぐん今登っていってます。
ぎだ。少しで東方の頂上ですね。はあ、近づいてきた。はい、はい、もうちょっとで東方に到着です。はい、よいしょ。見えた。よいしょ。よいしょ。着いた。よいしょ。湯布岳東方へ 1580m 到着です。着いた。はい、じゃあね、東方を後にして降りていきたいと思います。はい、とりあえず高野越えまで戻ります。よっしゃ、降りてきた。はい、またえですね。はい、ここでちょうど一周ぐるっと回ってきた感じですね。はい、はい、下山はもう登ってきた道を降りていきます。はい、ゴーヤ越えまで降りてきました。はい、降りるのは一瞬でしたね、やっぱ。ここからあっこに見えてる井森ヶ城っていう、登るとき左手に見えてた山なんですけど、はい、それを経由して降りれるみたいなんで、うん、そっちの方に行ってみたいと思います。はい、登りはこっちから来たんですけど、こっち行きます。はい、井森ヶ城。
わぁ、湯守ヶ城の手前まで来ました。うわ、下から見たら結構登るな。まあ登っていきます。よし、あ、ここからですね、あれをグイーン登っていくんですね。はい、行きます。よし、着いた。くぅ、登った。よし、はい、湯守ヶ城1067m 到着。駐車場の方に下山していきます。はい、湯守ヶ城はね、登ってる時は、これ登らんでよかったんちゃうか思ったけど、はい、登ってみると湯布岳がボーンと見えてなかなか良かったです。はい、登ってよかった。では降ります。はい、道がもうずっと駐車場まで続いてますね。わかりやすいですね。最終日、湯布岳下山しました。はい、湯布岳もすごくいい山ですね。というか九州で登った山全部いい山でした。はい、九州最高。はい、これからね、湯布院の方で温泉入って汗流して、そこから大阪に10時間以上運転して帰ります。体が地獄。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。まさきでした。さよなら。